こんにちは、市長の森山です。今コロナウイルスが蔓延をいたしております。皆さんお変わりございませんか？摂津市でも様々な対策に取り組んでおりますけれども、残念ながら6名の方が今感染されております。これ以上の患者を出してはなりません。これからも全力で取り組んでいきたいと思います。様々な取り組みの副作用が出ております。市内産業都市摂津の町、零細な事業所の皆さん約1000社ありますけれども、1社に10万円、また弱者の視点といいますか、貧困率の非常に高い一人親家庭の皆さんには1所帯5万円の給付をさせていただいております。摂津ならでの取り組みでございます。まもなく国風の制度が機能してまいりますが、それまでにお役に立てばと思っております。医療現場でいろいろご苦労いただいている皆さん、本当にありがとうございます。どうぞこれからもご自愛いただき、摂津市民の健康をお守りいただきますようよろしくお願い申し上げます。何はともあれ自助、自分のことは自分で守るということで、それぞれの自覚、そして問題意識の共有を図って共に頑張りたいと思います。ありがとうございます。